まさかこんなことになるなんてな。あの子はもういない、6年前に死んだんだ。こっちに来い、帰ろうガク。お前たちは死ぬ、正しい選択をしない。俺のせいなんだ。俺あいつを殺せた。だけどやらなかった。日食まであと15年ほど。で、各機は搭乗予定で、家族を失ってなお命を奪うことはできるか。お前の弱さを。お前が俺を生んだ。古風魔の習わしに乗ってお前に名を授け、お前の名は風魔の象徴アラス。あいつは今地球大変風魔を頼んだ。俺は殺さなかったから。あれ、命を奪うのは忍びの差だ。言ってたよな、俺。自分のせいで俺が風魔の手に落ちた。風魔はなぜお前を解放した？でもな、俺にはもう必要ない。火山、もし悪が風魔のスパイだったら、優しさは弱さになる。やれるか。自分の信念を妨げる者が現れた。切らなきゃいけない。お前は風魔だ。死ぬ、俺はお前を切れるよ。やめろ。何をできない。いつかできるさ。できるよ。ほら、俺は殺したみたい。何してんの？懐かしくてな。お前はそのままでいいのかも。そのままがいい。ガク、俺たちなら何でも消せる。自分自身ガク！